おはもる、どうも、紅茶ガーデンです。今回なんですけども、今日はアクアリウムです。じゃーん、ということで今ね、こんな感じでございます。いつもね、水草水槽をすると私どうしても苔まみれになってしまうんですけども、前回ですね、マスタークリアと、お掃除スクレーパーの紹介をしたんですけども、それのおかげかまだ苔が生えておりません。さすがジックスさん。水槽の横側なんですけども、いや、これはね、本当使ってていいですね。ここのスポンジがあんまりね、水を吸わないもんだから、お掃除した後こうやってかけてもね、水が滴ったりすることがあんまりないんですね。で、こちらのマスタークリアのホースは使ってない時はここにこうやって水槽にかけれるんで、なんか無駄に場所取らなくてすごくいいなって思いました。ここにあることによってお掃除しようっていう気がね、めちゃめちゃ起きます。っていうか、なんか掃除がね、しやすい環境になったなって本当思います。でですね、またね、素敵なものをいただいたので、今回そちらの商品の紹介をしていきたいと思います。ヤマピー、はい、今回新しくいただいたのがこちらです。じゃかじゃーん、リーフィット。これがね、ジェックスさんの新商品発表会に招待させていただいて見させていただいたんですけども、これめっちゃいいなと思って、これは絶対もらうっていう熱い決意をしてもらいました。これね、すごくいいと思います。いや、もう何がいいかって、まず開けましょう。はい、こちらの商品、じゃーん、リーフィット、磁石でお好みの場所に取り付け自由自在っていうものなんですけども、いや、これはね、おそらく水耕栽培とかが好きな人はやばい、多分刺さる商品だと思います。ヤマピー、はい、早速中身を開けていきます。パカ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 、じゃーん。じゃあ一旦並べちゃいますね。せーの、じゃじゃーん、出ました。こちらがリーフィット M、 こちらがリーフィット S になります。どういったものかというと、水槽にこうやって貼り付けられるんですよね。マグネットで挟めるんで、エアレーション代わり、ろ過剤代わりにもなるっちゅうわけですね。いや、私これイベントでさ、これは気づかなかった、ここになんかエアーがあるのは。これはこうやって、こうやってここにソイルを入れて、水草を植えて、低床代わりにして、露材代わりにできるって感じですね。いや、これいいわ。このマグネット、うわ、強力マグネットですね。痛い、やっぱ親指、ほら見て見て、こんくらい強力です。痛い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 。ヤマピー、いや、本当これはただこうここにくっつけて、こうやってつけるだけだわ。うわー、シンプル。いや、これもこれなんかすごい大きい。痛い痛い痛い。こっち挟むとみんな痛いから気をつけて。2倍のパワーがありそうです。これマジで、これマジでね、こんな感じで挟まれます。はい、これもこんな感じで、これ親指の肉みんな気をつけてもらって、こんな感じで組み立ても簡単ですね。で、ここにエアーを入れられると。エアーは私は多分今回は使わないかな。いや、これね、私が考えてるのは水草ももちろんいいんですけど、これね、ベタ飼育でもめっちゃいいんじゃないかなって実は思ってます。あと、もう一個ね、紹介したいものがあって、こちらもね、いただきました。じゃかじゃーん、はい、ベタグラステリアフィットニューホワイトベタ、じゃーん、こちらもね、いただいております。いや、これもね、やっぱベタ使いとしては欲しいなと思ってお願いしました。これがね、約 3.5 リットル入って、幅が15センチ、奥行き15センチ、高さ20センチですね。こっちもね、開封していきましょう。じゃじゃん、よ、すごいんですよ。蓋がね、なんとこうやって曲がるんです。ここでなんか
何でつながってるの、これシリコンですか、取れないんですかね。こうやってつながってるんで、しかもここのね、ここの縁の部分もねシリコンがついてるんで滑らないんですよ。ガラスがスイーっていかない、ちゃんとフィットしてくれます。でちゃんと蓋があるんでベタも外に出ていかないって感じですね。配線とかもこっからちょろっと出すぐらいだったらベタも飛んでいかないと思いますし、すごい良さそう。でこれね、まあ、ベタももちろんいいんですけども、脱走する系、例えばザリガニとかヴァンパイアクラブとかあれ系でもねすごい使えそうですよね。ザリガニなんて配線とかあったらもうすぐね登ってって出てってしまうんで、これはねこれならザリガニ出ていかないんじゃないかな。これなら 3.6 リットルも入るんで割と安心サイズですよね。しかも見た目もいい。まあ、例えばなんですけども、このリーフィットにさっきさこれこういう感じでやってたんだけども、あの正解はこっちですね、付け方ちょっと違いましたね。なんかフィットしないなって思ったんだよね。これをこうやって見て、こうやって付けることによって水草のレイアウトとかができます。ほら良くない？どう？でなんならあのこれベタのペアリングとかにもいいかなって思ってますね。こんな自体にベタを入れて、飼育するって方法もできると思います。まあ、ベタに限らずなんか隔離したい魚とかなんか稚魚とかそういう飼育にも役に立つと思いますが、ここにね若干小さな穴が開いてるんで、この穴以上に小さい生き物はおすすめしないかな。どんくらいかな、まあ、だから爪は入るぐらいですね。ということで実際にこちら使っていきましょう。ピー、はい、水槽の前にやってまいりました。無残にも抜けてしまっているこちらの水草たち、これをね使っていこうと思います。ここら辺の水草たちもね使っていこうと思います。一応購入してポットのまま維持してる感じですね。こちらはですねチャムさんで全部購入したものになりますね。ランダムで入ってたやつかな、おまかせ水草パック的なものがあったんでそれにしました。なんかね私水草とかいろいろ育て方とか悩んでると結局買わないっていうことが起きてしまうんで、そうやってね、まあ、プロに選んでもらうと、一応なんかこう何の水草なのかっていうシールもあるんですけども、ちょっとさっぱり忘れました。で提唱なんですけども、ここからねいただこうと思います。はい、実際に水中に入れてみるとこんな感じです。なんとも分かりづらい。しかもねこれあるじゃないですか、上にですねこちらのJXさんのアクアリスタがねこうやって乗ってるんですけども、リーフィットはねあんまり相性良くないかもですね。段差がねこうできちゃうじゃないですか、こうやって。で横かな、うちだと横でやってみようかな。まあ、水草の他にもこうやってねベタさんを隔離するのもいいかなって思いました。ただね蓋がないとちょっと危なっかしいかな、出てっちゃう可能性が大ですね。これジェックスさん蓋あったら最高だったんじゃない。ちょっと蓋もぜひお願いします。例えばねこの水草とかは水上場になりやすいものですね。あの水中の上に出ていくタイプの水草なんで、これをあえてこのリーフィットを使って育成するのも楽しそうですね。すぐね水草がこの水槽の上に出てきて楽しめるかもしれないです。今ね提唱を触っちゃったんで水が濁ってしまったんですけども、こうやって中間に置いてベタが見てると、じゃなくてこうやって水草を水上場をこうやって出すことができますね。これもいいよね。でこっち側は赤系の水草ですね。赤系の水草ってライトが結構強くないと赤くならないんで、あえて水槽の上の方に持ってくることによってライトの恩恵を最大限に受けて赤く染めると、そうやって成長させるのもいいですよね。あとはこうやってね水槽ギリギリにも
つけることができるので水耕栽培にもすごい良さそうですね。例えば爬虫類飼っている方でしたら小松菜の種とかね植えたらすぐ出てきてね楽しめそうです。水中の中にねしっかり栄養があるんで多分ね小松菜とか育てたら成長速度も速そうです。ベタちゃんもなんか気になるみたいでずっと見てますね。あとはなんかパセリとかそういうバジルとかハーブ系を育てるのもいいかもしれないですね。すごい使い方がいっぱいあって楽しそうな商品ですね。私も以前ね100円ショップでなんかここにかけて水耕栽培とかやってたんですけども、まあ、やっぱかけるだとなかなか思った場所にフィットしなかったりとかがあったんですけども、このマグネット式なら自分の好きな場所にね自由自在につけることができるんですごいいい商品だなって思いました。まあ、あとは蓋があったらよりもっといろんな使い方ができるかなって思いますね。あとメダカとかにもいいんじゃないかな。君はすごい気に入ってるじゃん。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。JX のリーフィットとグラステリアフィットベータの紹介でした。どちらもめっちゃ使えそうです。他にもね、いろんな生き物の動画アップしてますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。まだまだね、紹介してない商品あるんでよかったらチャンネル登録してください。バイバイ。めちゃめちゃ濁っちゃったな。水変えようかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。